はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。明日4月21日、20時から、新防衛研究チャンネルにて、生放送に出演いたします。支援してくださるですね、近藤達之さん、定期的に支援くださって、誠にありがとうございます。3のチャンネルであります。動画説明欄に URL が貼ってありますので、そちらからよろしくお願いいたします。政府、孤独孤立対策推進会議初会合で岸田総理、孤独孤立に悩む人を誰一人取り残さない社会の実現と強調。って聞くとですね、孤独孤立に悩んでない人はどうでもいいって聞こえちゃうんですけど、それは私の心が汚れてるからでしょうか。私が意地悪で根性がねじ曲がっているからでしょうか。世論です。誰一人逃さず増税、そのためには増税だ。皆から意見を集めるのか、今から意見を集めるのか、3年間何やってきたんだ。日本人と外国人はちゃんと区別しろよな。氷河期世代を見捨ててるくせに何言ってんだこいつ。お題目わかるけど、そんな社会は無理。一人も逃さないとは恐ろしい。誰一人残らない社会になりそう。無理なこと言わないで安楽死制度を推進してくれと。誰一人取り残さないは全然わかってない、政治家、議員候補のチラシに書いてあるあるですね。この場合はですね、孤独孤立に悩む人限定なんでまだマシなんですけれども、誰一人取り残さないっていうのは自己率ゼロにしろってことだからほぼ不可能なんですよ、実は。争いのない平和な世界みたいなお題目だけ、原発再稼働差し止め裁判っていうのはあったんですけれども、裁判所が下した判決はですね、全ての事象を予想することは不可能なので 100% の安全は実現不可能って判決出てました。なんだのかんだの、こうなったらどうすんだ、ああなったらどうすんだ、大地震が来たらどうすんだ、津波が来たらどうすんだみたいな嫌がらせ難癖訴訟してたんですけれども、パヨどもはね、全てを予想し、の 100% 安全は無理だって、保証するの無理だ、裁判所が判断しました。つまり自己率ゼロはほぼ困難。大体世の中には放っておいてほしい人もいるんですよ。役所の支援とか受けずに俺はホームレスでいいっていう人もいるんですよ。まあ余計なお世話ですよね。自己率ゼロにするためには多大なコストがかかるんですよ。なんて言ったらいいんでしょうね。自己率 99.99% の安全をですね、99.9999% の安全にするには、100倍ぐらい金かかっちゃうのね。何の金がかかるか、税金ですよ。抗菌注注の機会が増えるってことで、パヨが好んで使う言葉です。誰一人取り残さない、イコール自己率ゼロっていうのはね、分かってる政治家は、こんなこと口が裂けても言わないね。恥ずかしいし。だから岸田は分かってない。全然分かってない。飯山あかりさん、東京15区のチラシに、こんなこと一つも書いてないですよ。他の候補のチラシには書いてあるんだろうな。私見た政治家のチラシで、だいたい9割方これでした。誰一人取り残さない。争いのない平和な世界みたいなお題目言って、なんだそれ、その抽象的な、ちゃんと見ないとダメですよね、球をね。で、野球評論家が言っても納得できないですよね、私みたいな意地悪な、根性がねじ曲がってる人間はね。19日、少子化対策関連法案が可決成立、賛成は自公のみ。野党はですね、維新も民民も実質負担ないって嘘でしょうと反対。内容なんですけども、これまで中学生までだった子ども手当を高校生まで延長、所得制限も撤廃、10割支給の育休期間を、28日間に延長、保育サービスを拡充し、子ども誰でも通園制度を新設、これにより 3.6 兆円の財源が必要となると。で、保険料を上げて賄う、それをですね、実質負担じゃないみたいな嘘こいてるんですけどね。世論です。額が大きくなっただけで今までとさほど変わらんな。子育て世代からも徴収するのか。実質負担はないって大嘘でしょ。実質って
詐欺師しか使わない言葉、いやいや韓国政府もちょいちょい使ってますよ、偽装結婚すると保育料か激安になるぞ、北風と太陽の話知らんのか、再エネ賦課金とか森林環境税とか NHK 税とかいろんなとこから強制的に取りすぎだよ、3.6 兆円増やしても少子化は止まらないので全部無駄になります、自民党公明党はですね、女性が輝ける社会をなんてやってるうちは子供が増えるわけもありません、女性が家庭で輝かないと子供増えないって、なんであの自民党公明党議員の誰一人言わないんだろう。まあ利権とかいい人ぶりたい、そういう圧力なんでしょうかね。武田恒康さんが社長の令和出版の歴史教科書が検定を通過、過去4回はいずれも不合格となっていた。事実陳列に耐えきれない韓国政府、早速日本大使を呼びつけて抗議したそうであります。世論です。内政干渉よし釣れた、合格したら販売できるんだっけ、まあ、あの学校に採用されるとかじゃなくて書店でも買えるようになるのかな。どこにどういう文句をつけてるのか知らないが、事実だろ、どうせ文句があるなら国際裁判でって言い返せ。毎年繰り返すのは時間の無駄、いつまで属国気分なのこいつら、ユンがコントロールできなくなってて草、先のない韓国の抗議とかどうでもいいよな。事実を書かれたら困るから他国の教科書の内容を変えろと騒ぐってすごいよな、武田さんの教科書がどんな内容かわからないが大使呼ばれるほどですね、竹島軍事占領中の敵国韓国が慌ててるなら期待大ですね、もっとやれって話、他国の教科書にケチつけるって完全に内政干渉なんですけど、まあ敵国だから当然か、朝鮮戦争は日本と戦ったことになってる、韓国の教科書の方が珍妙なんですけど、日本政府はそんなことはどうでもいい、めんどくさい、言っても殴ってもどうせわかんねえって抗議しないもんね。ネットで事実を知った若者がですね、政府不信となってどんどん海外に逃げ出してんですけど、年間2万人程度なので問題ありません。変な教育による敵国の国力の低下は喜ばしいことなんで問題ありません。自業自得だしね。6月に開催されるイタリアサミットに韓国大統領招待されず、北朝鮮工作紙ハンギョレ新聞 G8 を自称してんのに、 G7 プラス外交とか言ってんのにと傷をえぐる、世論です。最近ハンギョレ元気いいな、身の程を知れ、なんでまだ可能性あるみたいに報道してんの、呼ばれてないのに押しかけたらええんやで、精神的には実質 G8 だし、向こうの掲示板は全部大統領のせいだみたいなのが多い、勝手に来て会場周辺を徘徊する、政府とメディアによる洗脳でですね、韓国は世界トップクラスの経済大国って、いうのが韓国民の認識らしいんですよ。なので向こうの掲示板ではですね、なんで呼ばれないんだっていう投稿多めの模様であります。それとあの北朝鮮版ゴモが頑張ってですね、ユン大統領が日本に媚び売ってるから悪いっていうのも相当量投稿されているみたいであります。日本と韓国を分断したいからね、あの北朝鮮のゴモは経済大国を自称してるんですけど、日本が売ってやってる部品投げればスマホも車も一切作れねえのにね、そういうのは完全に隠蔽されてます。情報統制が凄まじいとこはですね、ライト北朝鮮って言っても過言ではないですね。一生ですね、精神的には G8 って言ってればいいですね。熊谷市安倍元首相国葬反対デモ参加者に同和補助金から日当と交通費が出ていた、情報公開請求で判明、世論です。交通費完備上、同和ってそっちのが被害者ポジションで大騒ぎするめんどくさい連中だっけ、公金中中でパヨ活動、メディアが報じないからやりたい放題、真っ赤な金の流れもかなりやばい、公金中中の闇は深いと、安倍総理の国葬反対で国会前に自称1万5000人が集合したわけだが、中身はこういう連中だったんですね。C 和夫も福島みずほも駆けつけて大集合、パヨ大集合みたいなありさまになっておりましたけども、補助金を受け取っていた部落解放同盟熊谷市協議会の収支報告にはですね、実質温泉旅行
と見られる研修旅行費も計上されてました、我々が納税した金がよくわからん連中の温泉代になるのは許せんね。こういうの片っ端から潰していかないといくら税金あっても足りないぞ。増税しても間に合わない。納税が防衛費に回んならいいんですけど、税金小切り養うの嫌ですよ。あんな税金小切りとも養うの全く嫌ですよね。今日の単身、地下に溜まったガスに引火してトイレの床が吹っ飛んだ事故について万博協会、ガス濃度測定が不十分でしたと発表。ガスは地下に埋められた産廃から出ているメタンガスと報道ありました。ガスはあっても測定しなければないことにできますもんね。これね、現場でいつ爆発するかわかんない現場で働かされる人、たまったもんじゃないよね、まったくね。これで怪我人とか出たら誰責任とんの、誰が腹切って詫びんの。今から決めとくよな、それ。万博ガス爆発解除って早口言葉みたいですね。文科省有識者会議、高等教育の在り方に関する特別部会で慶応学長伊藤光平58歳、私立に合わせ国立大学の学費を3倍にすべきと発言し非難豪語。まあ要するにですね、国立が安くて自分ら太刀打ちできないから、お前ら高くしろっていうのを長い丁寧な言葉で主張したみたいなんですけれども、いや大学に魅力があったら学費高くても行くでしょう。ハーバードの学費は816万円だっていうしね、年間。私立はですね、学費が高いっていうのを武器にしてないんでねえの。慶応、親が金持ちなんですねっていうのがステータスになるように頑張ればいいじゃん。もちろん皮肉ですけれども、池袋暴走事故から5年、服役中の飯塚幸三92歳、刑務所のいろいろな規則や指示に従うことが苦しいと言ってるそうであります。孫みたいな監視の言うこと聞くのが嫌なんすかね。この人初動で大失敗ですよ。誠心誠意謝罪して賠償もバッチリやれば執行猶予もらえたのに、やれ車が悪いの、俺は悪くないのってごねた結果がこれですよ。やっぱりね、これ弁護士も謝っちゃった方がいいですよ。このままだと実刑ですよってアドバイスしなかったんだろうかね。それともアドバイスしても飯塚幸三92歳が言おうと聞かれなかったのはね、いや俺は正しい、なんか謝ったら死ぬパヨみたいな人ですね。踏み間違い事故を減らすため、やはりいつかは日本もですね、右足アクセル左足ブレーキのアメリカ式にしたいものであります。異論は認めます。アメリカで突っ込んだなんて事件あんま聞かないんだよね、踏み間違いとか。やっぱし右足アクセル左足ブレーキの方がこと踏み間違いに関しては減らせるんじゃないでしょうか。こと踏み間違いに限定したらだいぶ減るんじゃないでしょうか、というのが私の持論であります。異論は認めます。というわけで明日の夜生放送やりますんで、自分のチャンネルじゃないですけれども、ご視聴よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。